生になったらどうなるのか、誰にもわからないことですが、今回のスレは自称幽霊の一致が主役です。はじめは疑っていたスレ民でしたが、一致の投稿を調べると不可解な点がいくつかあり、ちょっと不思議なスレを、ぜひお楽しみください。幽霊だけど何か質問ある？別に恨めしくはない。幽霊ってアッドをにするの？とりあえず、俺はまだやってない。他の先輩諸子がどうかは知らんが。普段、何してんの？浮いてる。もしかして怖がり幽霊さんの友達？まだ、成り立てで友人はいないんだが、そんな人がいるのか。どうやって死んだの？自爆ではないと言っておこう。黄泉の国はあるの？今のところ、自分の見知った世界、旅路にもついてない予感。とりあえず浮いてばかりも暇なんですれ立てしたわけだが、VIP でも浮いてるこの事実、お買い立てボコボコにされた方が良かったかと今更ながらに思う。VIP は幽霊差別激しいんだよね。死んでからも差別されるのか。ついでに、お買い立ても規制で弾かれてきた。死に装束VIP。携帯は一緒に燃やされたが、どうも持ってこれなかったらしい。修復が難しかったのか、無理やり感ありありで手持ちの中で一番高かったスーツを着せられたぞ。これは釣りだろ。切ないほどにガチだ。自分の葬式ってのはなかなか胸に迫るものがあるぞ。性欲処理は間に合ってますか？今のところ、息子は何にも反応しない。三大欲求が皆無のようだ。好きな作家は誰ですか？生前は中島らもが好きだった。ベーシアとフジマーとどっちがいい？すまん、聞いたことがないんだが、地元にはないと思われる。実はお隣のお姉さんの風呂を覗いてたんだろ？一人暮らししてたアパートの隣はむさ苦しい学生風男。実家の隣はちゃうちゃうのようなお母さん以外女性なし、覗きがいはなさそうだ。成仏してくれ。成仏させてくれ。なんで PC 持ってんの？ PC なんかいらない。霊は直接ネットに接続できるってバッチャが言ってた。有効に遅れてない祖母くんだな。こう、何ていうか、文字を打ってるんじゃないんだ。直接文章をねじ込んでる感じ。僕も連れて行ってくれませんか？せっかく生きてるのに何で行きたがる？やっぱり足はないのか？あれは嘘だ。なぜか無傷のままご体満足だぞ。死ぬ瞬間ってどんな感じ？幸い、痛かった覚えはない。ぼんやりと途切れ途切れでし、後処理を見た感じ、気がついたらぽっかり浮かんでた。ガチで守護霊さんが一気に体がないと言ってるけん。詳しく。守護霊さん教えてください。今一致さんに肉体はありますか？ノー。守護霊殿と会話できるのか。そういえば、俺はそのような存在に出くわしてないわけだが。いなかったのか。お前死んだ時に守護霊離れたんじゃね？なるほど、確かに死んだら守護もいらなくなるな。引きこもってはない、むしろアウトドアで浮かんでばかりなんだが。幽霊なんだしネットの相手の居場所とか気合で見抜いたりできないのか？そうそう万能になるわけでもないぞ、俺がヘタレなだけかもしれんが。幽体離脱した人とかにも会えるよな。もし今度成功したら会える可能性ある？俺は基本的にあまり遠くまで移動しないらしい。この辺まで来てくれたら会えそうだな。私は生きていくべきですか？それは俺の手に余る質問だと思うんだが、生きられるなら、残り尽きるまで生きた方がいいとは思うぞ。生死は出るの？そもそも立たない、試そうとも思いつかなかったんだが。生前のあの嵐のような性欲がどこに消えたのか不思議だ。ここ最近ぱったりと幽霊見なくなったんだけど霊感って薄れるもんなの？元より霊感だったのでそのあたりのことはわからんがちょっと俺を見に来てみないか。どこにいるんだよ、でも多分俺足音とかしか聞けないぞ。大抵岡山駅周辺で浮かんでる。節穴やってみて。何が出るんだろう。ちなみに節穴とは節穴さんという機能のことで、リモートホストを表示させる機能です。トリップという機能が導入されるまで、本人を証明するためのものとして使われていました。なぜだ？なぜホストが出ない？マジで思念で書き越してるんじゃね？本当にその線を捨てられない俺がいる。普通はきっちり出るものなのか。すげえ、お風呂を覗き見とかできるの？俺も気になる。しようと思えば容易だが、どうもそんな気が起こらないんだ。つーかさ、これってマジっぽくない？怖いんだけど。俺、思ったんだけど。イッチって死んでるんじゃね？イッチが幸せになれたらいいね。さっき出たイッチの IP にピングしても要求がタイムアウトする？いよいよマジになってきました。力道山からサインもらってきてくれ。暗いところでしか出てこないけど、恥ずかしがり屋なの？出ないんじゃなくて見えないだけじゃね。別に暗くなくても結構そこら中いるんだぜ。こんなことってありうるのか？だとしたら俺らは今この時点でレイと更新してる第一号じゃね？むしろ俺たちが死んでもビップできることが判明して死ぬの怖くなくならね。そういやアニメとか見れるのか？人様が見てるのをぼんやり見てることはある。が、集中して見るよりも、興味があちこちに分散されてるというか、意識？が飛びやすいな。持ち上げるとか動かすとかできないってあるけど扉とかも無理なの？
実際幽霊見た時って怖くならないよな。その瞬間だけ思考が停止するっていうか、恐怖心だけ抜け落ちるというか、その場を離れて思い出すとゾッとする。コマンドプロンプトでピングしてみるんだ。ガクガクブルブル。それがなんで怖いのか3秒で。PC が存在しない。幽霊の ID 変わってないのに、書き子継続。普通、反応、あるだろ。何か念写しておくしろ。念写というのも、結局は紙とか物理的なものに映すものなんじゃないんだろうか。どこに力を入れたら映るんだろう。物とか触れる？物がある気配に触れるが、持ち上げるとか動かすとかそういうことはできないようだ。浮かんでる気分ってどんな感じ？ふわふわ？それとも立っているのと同じ感じ？意識すると、地面に触れて歩いてるという感じがする。そうじゃなければ、ふわふわというか、どこにも触れずに浮かんでる。うまく説明できなくて申し訳ない。やっぱ幽霊って電気帯びてるところあるらしいから思念を研ぎ澄ませば書き子できるんじゃね？どっかのサーバーからダイレクトアクセスしてるんじゃね？マシン語で。元が理系だと解説できるのかもしれんが、わからなくてすまない。とりあえず、マシン語とは何なのだろうなぁ、と思うばかりだ。このスレをどうやって見てるの？頭の中に想像してるのか？これはガチで一致は死んでいる。正気を感じない。やっぱりプロバイダ契約しないでそのまんま使ってね。でもたまにそういう風になる時もあるよ。そういうもんなの？俺はなったことなかったんだけど。あ、該当なしじゃなくて見つかりませんだったかも。一つ思ったんだが一致のレスって比較的遅いよね。ってことは今までの検証から。遅いのは、俺の集中力が途切れがちなせいかもしれん。敵意のない幽霊を怖がってもしょうがない。正直生きてる人間の方が怖いこともあるし。うん、最近は街で歩いてるだけでも何されるかわからんからな。我ながら申し訳ないぐらい、何かしてやろうという思いがないんだ。そういえばさ、俺たちも脳で判断して PC から書いてるわけじゃん。幽霊は脳がなくても電気を帯びているとしたらその電気は人間の脳の電気信号よりも強いわけじゃん。それをサーバーに送り込めば書けるんじゃね？もちろん PC で理解できる電気信号としてだがな。そうそう、俺も昔からそう考えてた。理論的にはわからんが、そういう方法で俺ができてるなら、みんなできるものなのかもしれんな。その頃に VIP があるのか知らんが、みんなも没後に試してみるといいと思う。死んでも VIP できるなら俺は安心だ。あと、なんで死んだ？よく考えろ。PC なりネットなりは、電気の線で通信してる。それを人間の頭で再現できるとは思えん。でも確か口笛でネットに繋げるヤシがテレビにいたな。あんな感じなのか？口笛でネット、すげえ。でも幽霊の思念は自動的に変換されるタイプだとしたら成り立つ。霊視できる人と同じ原理で、俺もやろうとしたんだ。だが、内部に繋がれても、その人の情報がさっぱり理解できない。生まれつき、なら覚えやすいとかあるだろ。そういうもんじゃね？言ってすげえ。幽霊とかマジかっこいいな。他の幽霊とか見ないの？出だったらすまん。幽霊になって、最初にしたことは何？行動というわけじゃないんだが、葬儀やら何やら、意識がはっきりするまでの間を点をつなぐように思い出すのに一生懸命だった。もしかして心霊スポットみたいなところに設置されてるサーバーとかから書き込みやすいとかあるのかな？幽霊って浮遊体だよな。上下左右の概念がないと思うのだが、いかがか？ちょっと高いところに。と集中すると浮上できる。割とはっきり上下左右は認識できているぞ。何歳で死んだの？出てたらごめん。22歳。ここの住民からするとそろそろおっさんだろうか。もしかして幽霊になったら感情薄くなったりする？実は死んでるのはあなただけで、周りから見れば実は死んでいないかもしれないとか言う。生きている人間が自分は実は死んでいるのに、周りの人間は私を欺いて私が生きていると証言しているだけなのではないかと疑えるように。この世とほぼ同じ誘拐というのがあるらしいが、そこにいるのか一致は。特に変わった感覚はないんだが、次元が違うんだろうか。一致の一番の楽しみ趣味は何？アドレスしてて疲れない？ピング、IP 検索に引っかかりなしってどういうこと？ピングはパソコンが存在しないという結果に、IP 検索は、対応するホスト名なし、市外局番接続回線都道府県該当なし、会情報なし。つまり契約しないでインターピア株式会社の回線を使ってる。そんなことがあり得るのか？幽霊になる前に春日見た？なぜか俺もそれを聞きたい。なぜだろう。なあ、もう一回希望する性別でやり直しってできる？閻魔大王様いた？いや、多分、まだ地獄にも到着してないと思われる。そういえば一致は2ちゃんでは PC 扱いなんだな。俺が死んだら携帯なのだろうか？サーバーに電気信号で送り込んでいるであろうから、アウやドコモのサーバーに送れば携帯だろうし、そこら辺のサーバーに送れば PC 扱いだろうよ。でも幽霊だから電波とか出しそう。
無線 LAN 経由なら ISP とかあるからインターピア回線のホストがわかるだろ。駅前にいるので、オフィスか何かの回線なんだろうか。このスレ殺人予告なんかより断然面白いぜ。いい人だってわかってるのになんだか怖い。大丈夫、お前の横にもきっといるから、別にネットできるのが珍しいだけで、特に怖がる必要なんかないよ。俺死んだけど成仏してないっぽい。みんな遊んでそれなりに構ってもらえて、いつになく充実してる俺。イッチは今、誘拐にいる。で、俺がもののけと呼んでる種類の霊になってるっぽい。守護霊さん曰く、どんな本読んでたのか気になる。そのもののけ種の幽霊ってこの世と接点持てるっていうか、この世のものに影響を与えられる力を持った幽霊なの？いや、ないはずで、学校歩けばそこら中にホイホイいるような普通の幽霊、ないはず、なんだけどね。多分、霊視の要領で情報理解してるんじゃないかと。ということはその情報理解の能力を持ったスタンドなわけか。こいつは驚いたぜ。その、もののけというのは何なのだろう。五感からすると妖怪のようだが、本は、基本的には何でも読んでたぞ。ブックオフでカゴいっぱい200円の文庫を買い漁って片っ端から読んでいた、中島らもが特に好きだった。悪さをされたわけじゃないけど、じっと見られてた。そいつの周りだけ昼みたいに明るくて、遠かったのに目がはっきり見えて、さっきみたいなものがはっきり伝わってきた。その幽霊だけはクソ怖かった。怖いと感じたなら、危なかったのかもしれないな。何か思いがある幽霊だったんだろうか。線香あげたいんだがコンビニとか売ってるかな。心遣いはありがたいが、無宗教よりもクリスチャンだったんだ。気持ちだけ、ありがたくいただいておくよ。今の自分を表すとしたらどうなる？具体的にでも抽象的にでも何でもいいから4行以上で頼む。思ったより違和感はない。死ぬってこんなものなのか、と。ただ、そこら辺に歩いてる人などに認識されていないらしいので、いるのかいないのか正直わからなくなる時はある。物質的に言うなら、ガスとかそういう気体に近いんじゃないかと思う。自分の重さも感じないし。すまん、質問にちゃんと答えれてるのかよくわからんが、こんな感じだ。死んだ後 HD はどうなった？てか処分できたか？一人暮らしだったので、部屋は両親が片付けてくれたようだ。今は、実家の俺の部屋に、いろんなものがそのまま積まれている。多分、まだ捨てられないんじゃないかと思う。もしかして自分の HDD に忍び込んでデータ破壊の隠密事業とかできるんじゃね？それができるなら、ぜひとも消しておきたいものが2、3あるな。幽霊は寝ることができる？布団に入って、さあ寝ようという感じの睡眠はない。電池切れじゃないが、ぷつりと切れて、時間が経過していることはよくある。匂いを感じたりすることはできるの？言われるまで気づかなかったが、そういえば匂いを感じた覚えがないな。俺未来を夢でよく見ることがあるんだがな。俺も本当に一気から人の気がしないんだ。なんかこう、なんというか理解できないんだよ。言葉に表せるものとして感じられないということだろうか。予知夢が見れるなら、俺よりよっぽどすごい人なんだな。イッチのおかげで今まで幽霊イコール怖いとしか思わなかったけど違うことがよくわかったよ。イッチみたいな人ばかりだといいな。やはり生きている人間とその辺は同じだと思う。俺が善人かどうかはさておき、善人も悪人も同じぐらいの割合でいるんじゃないだろうか。イッチが幽霊である決定的証拠を発見した。これを公開してもいいのか。いや、それよりもイッチが本当に幽霊だったことに驚いている。100% ありえんと思っていたから正直混乱している。詳しく、今さら節穴さんしても意味ないもんな。それよりも詳しく、心霊写真とかだったら怖くて見れないかも。ピングしてもパソコンがないとかそんな感じのことだったら怒るけどな。違う。そういう技術的なことじゃない。もっと根本的なこと。俺自身も、ものすごく気になるわけだが、とりあえず死んだ記憶があって今あるわけで幽霊だと認識しているのだが、確証はないんでな。は、一致はロックマン的なものじゃね。書き込み失敗したらテュンテュンするのか？だが解説するとロックマンエグゼっていうゲームがあってロックマン自体がネットワークをかけるっていうゲーム。まあ改造されたプログラムと戦うんだけどね。確かエグゼのロックマンって主人公のシンダーニをモデルに作られたんだよな。確か兄がサイトで弟がネットって名前だったよな。そうそう。ついさっきまで確かに雷鳴ってた。てか今も鳴ってる。今、岡山のどこから書き込んでんの？幽霊になってから人と会話したことある？いや、誰も気づいてくれてない。見ようとしてない時は人はどんな風に見える？ものすごくぼんやりしている時は、影のような塊に見える。景色というか、建物なんかは割と常にはっきりしてるんだが。釣りでしょ？インターピア回線以下略、釣りじゃねだろうよ。99.9999999999999999999999999999% はよ。奇遇だな、俺もクリスチャンだ。記念巻子、前世とか来世とかってあんの？
俺は、前世の記憶というものはない、そして、多分、現世に留まっていると思われるので、次のこともよくわからんのだ。なんかすごいことになってんな。とりあえず、イッチ、どうもありがとう。あんた見てるとじいちゃんも元気にやってる気がする。案外、死んだ後ものんきなものだなぁと俺も思っているところだ。祖父君もきっと、元気というのもおかしいがでおられると思う。美少女に取り付いたりとか。生前はそれなりの妄想もあったんだが、驚くほど抜け落ちてるんだ、そういうのが。幽体離脱の世界でお経を唱えたりすると空間が反応するらしいが、こういう反応はあるのか。唱えられるほど経文を知らんので実験できない、申し訳ない。一番恐ろしいのは幽霊より生きた人間だと思う。生者、死者問わず、やはり悪意を持つ者が怖いんじゃないだろうか。クリスチャンの幽霊やばいぞ。一致剣投げまくる神父様に消されるぞ。震えながらではなく、藁のように死ぬのだとか言われるぞ。特に悪いことはしようと思っていないので、できればもう少し穏便にしていただきたいものだな。サンズの川って本当にある？有無に関わらず、まだそこまで到達していないと思う。どうやってディスプレイだと思われるものを見ているのか、他にも幽霊が存在してそれもインターネットを楽しんでいるのか。釣りかがちか、生前の名前をプ、うんこするのか、一般人が見えないという噂は本当か。名前欄とメール欄は見えるのか、全裸なのか、物を食うのか。集中すると見えてくる、という表現が一番近いと思う。他者が普段何をしているのかは交流がないからわからん。俺自身はガチのつもりだが、他の人がどう取るかは自由だと思う。フルネームだと生きている家族に迷惑がかかりかねないと思うんだが、名前だけなら問題ないだろうか。託児だ。食事、排泄はしない、やればできるのかもしれんが必要ないらしい。一応、見ようと思えば、目の前を通る人などは見えるぞ。意識すれば、名前、メール欄、部分部分もちゃんと得る。一番気に入ってたからかもしれんが、葬儀で着せてくれたスーツを着ている。天国にはどうやったらいけますか？俺自身も言ってないので、善行を積めばとかありきたりなことしか言えない、すまん。成仏しても今日の日のこと忘れないでね。覚えていられるなら、覚えていたいと思う、ありがとう。一致よ、もっかい節穴してみてくれんかね。変わってたりするかもしれない。これでいいかな？なんかわからんけど涙が出てきた。何か、悪いことを言っていたら申し訳ない。どうも、誰かを泣かせたと思うと、どうしていいのやら。広島くらいまで移動できないの？広島県民なのか？頑張れば移動できるのかもしれんが、行ったことがないのでわからんのだ。幽霊って本当にいるんだな。今考えるといてよかったかも。ググると12件は出てくるけど、可変 IP でたまたま重なっただけなんじゃね。数回前エッチが書き込みしてるのに、ピングしても反応がないのが問題なんだよな。そう、書き込んでいるのにその IP がないという結果が出てる。中島らも好きってことは大月健二とか町田康史好きだったりする？鋭い人だな。もともと大月健二から派生して読んでたよ。それなりに色々見える人に一致の ID と節穴見てもらったら実在してる人ってだけ言われた。幽霊ではないとも言っていた。じゃあ何なのだろう。もののけ姫。節穴で生死判別とかどんだけ。いや、そりゃ実在はしてるよ。幽霊だろうが何だろうが実在は実在だ。でも、生きてるか？滅多もののけなんだが。そうか、幽霊ではないのか。俺も自分が幽霊だとしか認識していなかったので答えられなくて申し訳ない。うちの父が先週で亡くなった。あったらよろしくね。口ひげのおっさんだ。知人に臨死体験した人がいてその時の話を聞いたんだが、意識が遠のく中、幸せな気分で気持ちがいいらしい。母も一度心臓止まって死にかけたんだけどそれと同じだったんだって。父君も、俺のようにのんびりしておられるといいと心から思う。お会いできたら伝えるよ。気持ちが良かったという覚えはないんだが、もしそうだとしたら、最後に苦しませないように神様か何かが考えてくれてるのかもな。釣りだよな。今幽霊や亡霊やってる有名人には会えたか？丹波哲夫とか？多分会ってないと思う。普通の人だったっぽい人と、すれ違うだけだ。雷落ちて死んだら私も書き込むね。そばにあったアンパン食ったら腰あんだった。自分は粒あんが好きだけどな。うまい。羨ましいな。今の俺が物を食うとどう感じるんだろう。できるものならやってみたいものだ。イッチさん、死んだ人か場所とかわかる？って言えないよね。新聞とかで調べたら出てきそう。事故がニュースになっていると、フルネームで出ていると思われるので、できれば控えさせてもらいたい。すまん。イッチが今書き込んでいるこの瞬間にピングしても。ダメだ。存在してない。ロックマンが、降臨した。あんなに色々できないとは思うんだが。イッチは、43独身、事務系の会社員、埼玉。独身ではあったが、しがないフリーター22男、岡山県から出たことはない、というのが俺の記憶なんだが。一致は脳が働いているが、
肉体としての脳は燃やされている。この脳が働いているというのはポイントみたい。普通のもののけは働いてない。だから生きてると錯覚する人がいるんじゃないかな。脳が動いているけど脳がない。わけわかんねえ。ここで量子力学の話を持ち出すべき。文系の俺にもわかる話だとありがたいんだが。幽霊が存在してるって前提がまず間違ってる。どちらかというと、俺もそう思っていた。運営が仕掛けた壮大な釣り行為の可能性について、そんなことしてどうするんだよ。残念ながら、そんな力のある人間ではなかった。科学だとかそういうの抜きして幽霊はいてほしい。というか地球にとってポットでの新参の人間が幽霊がいるとかわかるなんておかしいことじゃね。わかること、わからないことはそれぞれ多い。何があってもいいんではないか、と俺は思う。実は一致は死んだ人間の脳の電気信号だけを取り出してそれをどこかに定着させた存在だったりして。そんなものすごい陰謀のようなものに関わりそうな覚えは一応ないつもりなんだが。もし死んだら幽霊になれるのなら周りは幽霊でいっぱいなはずだろ。そうでないなら幽霊になれた一致は特別な存在。それか幽霊はすぐに消えるのか。俺の妄想では世界が二つあって、死ぬことで向こうで生まれる。向こうで死ぬことでこっちで生まれるって感じで世界を行き来してる。何らかの原因でこの流れに乗れなかったのが幽霊。割といっぱいだよ。数分間ポート開けとくだけでもののけ100人とか余裕でつく。やっぱ幽霊にもサイクルがあるんじゃね。妖怪やなんかは古ければ古いほど力が強いらしいけど妖怪になれない奴は転生するんだろうと俺は考える。基本的に古い奴ほど霊の格が高い。兄の霊魂、友達の霊魂はかなりの上位レベル。神に許されると一番上の世界に戻されるから、それが霊魂が消滅するみたいなことみたい。つまり、古い奴らは神に許されなかった悪人や幸せな人ってことだな。一体でも、感知しない人には問題ない気もするがあまり自分が特別だとは感じない。期限があって、消えるなら、それまでにもう少し色々見ておきたいものだ。絶対的な確証が欲しい。これから起こることを言ってみてくれねじ込んでくれ些細なことでいい。すまんが、これと言ってできることがないんだ。幽霊だと、いろいろわかるものなんだろうか。失敗例4、対象ホストが停止。ルーティングなどは正しいが、対象ホストから返答されない場合である。単純にホスト自身が停止している場合のほか、途中のルータが ICMP パケットなどをフィルタしてしまっている可能性もある。幽霊も泣くのか？感情が希薄になるのか、俺自身が冷たいのかはわからんが、泣いている家族を見ても涙が流れるということはなかった。辛い思いをさせてしまってすまんという気持ちはあるんだが。質問、なんで2チャンネル？なんで VIP？ 生前よく遊んでいたからだろうか。よく釣られては徹夜してたよ。まだ、幽霊である証拠もなければ、幽霊ではない証拠もない。そのコキペをスレ上でリアルタイムに見たのは初めてだ。何が起こるのかはわからんが、成仏後も実況できると面白いな。今来たさんよ。何、一致が本物だって？いろいろ話をしているうちに、本物の何なのかよくわからなくなりつつあるところかと。8年前に行った親父に学校も楽しいし彼女もできたし心配すんなって伝えてくれー。出会えるのなら、ぜひとも伝えたい。だが、思うんだが、家族や大切な人を残していった方はそれなりに気にかけておられると思う。俺が言わずとも、すでに通じているんではなかろうか。幽霊仲間っているの？今のところ、交流がある存在はない。証拠として、俺の名字を全部答えるのは難しいだろうし、本当に分かっちゃったらやだし、俺の名字の最初の文字と最後の文字を、それぞれひらがなで答えてくれ。話はそれからだ。幽霊だから何か特殊な能力があるって前提はおかしくね。すまんが、元より霊能力のせいか、特別何かができるということはなさそうだ。一致ってモテた？それはあまり、聞いてほしくない質問に属するかと、察してほしい。昔死んだインコ見かけたら、ありがとうなって伝えてくれ。黄色いメスの赤星インコでヤマトって言うんだ。7年連れ添った相棒なんだ。頼むよ。長くそばにいたんだな。虹の橋か？そこを通る時に出会えたら、伝えたいな。もう釣りだっていいや、幽霊だっていた方が夢がある。動物の幽霊とかもいんの？はっきり見える動物は意外と少ない。小さい影の塊は動物なんじゃないかなと思っている。死んだ〇〇に伝えてくれって言うけれど、日本中または世界中に幽霊がいるとすれば探すことは難しいんじゃないか？それと幽霊同士は会話できるのか？確かに気が遠くなるような人数だとは思うが、これから先、長い時間があるなら、出会えたら、と思う。まだ、会話できたことはないが。お足はあるのですか？ちゃんとある。そもそもあれは、幽霊画に水か何かがかかって足元が消えたのがそれっぽくて定着したんだったと思うが。一致の IP で Google 検索したら岡山の出会い掲示板とか出てきたけん。携帯以外で出会い掲示板を利用したことはないんだが。そもそも今出会っても仕方ない気がしなくもない。大都会岡山かよ。
友達募集、岡山です。引用なし、パスワード。友達またはそれ以上になれる人を募集です。話とかしたいし、お互いに和めるような関係が理想です。こっちの方に興味持ち始めて日が浅くて、自分は倍になると思います。同じような感じの人だったら嬉しいかも。秘密とかきちんと守れる人で真面目な人でお願いします。ツリー全体表示。うほ。古代より幽霊が存在していてそれが消えないのであれば日本なんてとっくに幽霊で埋まっているのではないかと思ったのさ。仮に二つ世界があっても埋まっているようだと思う。微生物が少しずつ枯葉を分解していくように、霊も少しずつ新たに生まれ変わるんじゃないか。それなら、森の中みたいに枯葉が多すぎることも、全くないってことにもならないからバランス取れてない。消える人、しぶとく残る人、それぞれなのかもしれんな。幽霊団の周りには今幽霊いる？そうなのかな、と思われる人は結構目に入る。俺に取り付いてくれよ、寂しい時とか一人じゃないじゃん。そばにいるのに気づいてもらえないと寂しさが増しそうなんだが、一致はもう一度会いたい人とかいないの？気質だったらさあせん。会うというか、見ることなら俺の方からならできるんだが、突然のことだったから、話せるなら家族には謝りたいな。動物の幽霊と会話はできますか？我が家の猫ちゃんが幸せかどうか聞いてもらいたい。今のところ、人、動物問わず交友を持てていない。亡くなってからも気にかけてくれるぐらい優しいご主人だったんだ。猫も生前幸せだったろうし、その思いを抱いていったなら幸せなんじゃないだろうか。とりあえず、念ずることで書き込んでるみたいだけどさ、電話回線とかに向かって念じてんの？それとも電脳空間にちょっと入り込めんの？どこを目指して念じるというのではなく、書き込むことを考えてる。生まれ変わりとかはあるんだよな。だってこの世は修行の場だろ。次があるといいなぁ、と思うな。生前が修行だったなら、あまりに修行不足と言われそうだが。生前に好きな人はいた？あと、ペットを飼ってた？いた時期もあるが、死ぬ前は特別な人はいなかった。うちには犬が2匹いたよ。俺の母が亡くなった時に手紙も一緒に燃やしたんだが、ちゃんと読んでもらえてるのかな？物質的に読むということではなくとも、気持ちはちゃんと通じるんじゃないかな。一致はこれからどうする気だ？実にいい加減なことだが、何がどうとも決まってないんだ、自分の中で。なんか切なくなるスレだな。誰にも気づいてもらえないんだろ。一致は今傍観者みたいな立場で俺らを見てるような気がする。それが不思議。瞬間移動的なことはできるのか？だとしたら俺のところに来てほしい。正直、退屈さと寂しさがあった。違う世界というか位置になったのに交流できるのは不思議なものだと思っている。自己知って電車。今までビップに書き込んだことある？一致と同じ死に方をすればいいんじゃね？死ぬの怖いなーってすごく思ってたけど、このスレ見たらちょっと怖くないかもって思えてきた。一致さんありがとう。絶対自殺するなよ。おい、絶対自殺するなよ。バカ、死ねえよ。絵の上達法を教えてほしいんだが。人形峠で殺されるのと、津山30人殺しで殺されるのと、水島沖で希釈の幽霊に沈められるのと、どれがいい？この上もう一つ死ぬなら、そんな健能な死に方はしたくないな。やっぱり自殺したらダメなの？絶対に悪いことだとは誰にも言い切れないと思うが、俺は、生きれる人は生きてほしいと思う。自殺ってのはつまり自我の方向性が死イコール消滅に向いているわけだから、この世との離別、現世からの消失、となるんじゃないかな。それに対して思いがけぬ死ってのはつまり、死に望むべくして死んだわけじゃないわけであって、自我の方向性がまだ死ではないから、残る、と。うまく説明できない。まあ、こればっかりは実際に体験しなきゃわからんしな。卓上の空論を声高に浪しても何一つ解決しないわけだし。そうか、事故死だったから一致の想念が強く残って今ここに出ているというわけか。線が繋がった。24時間屋外で暮らしてるのだろうか。なんか寂しいな。勝手に他人の家でくつろいでるのも怖いが。どんな時間でも、駅前だと結構人がいるから、眺めている分には楽しいぞ。いたずら心で人様の家に入ってみることはあるが、あまりに反応はないし、なんだか申し訳なくて出てくる。行動範囲は限られてるんだっけ？移動してたら壁みたいなのにぶち当たるの？一致寝たのか。寝たって表現じゃないか。まさか上部位か省略。すまん、消耗？してきてるのか。集中するのに時間がかかるようになった。俺こういう幽霊系のスレとか見ると背中がそわそわするんだが、いつも釣りで終わるんだよな。俺の背中レーダーとか壊れすぎ、精神的なものでなるんだろうけどな。それより、釣りかどうかは知らんが、エッジがあっさりしているというか、涼しげというか無欲のように感じて、それが怖いんだが。それは思ってた。なんというか、執着が薄いというか、釣りの必死さが一切ないというか。こう、ホラー映画のような幽霊像を演じてみた方が良かっただろうか。具体的にどうと言われても思いつかんのだが。エッジは時々意識が切れるとか言ってたな。
電池切れ近い懐中電灯のように、ついたり消えたりみたいな感じだ。生前の性癖で今も抜きたいと思う？今は、全く性欲を感じない。一致はダウンロードとかできる？保存する場所がない気がするんだが。なんか、もしも明日が晴れならばっていうエロゲ思い出した。俺も、幽霊が出てくるのか？一致って生前誰かを死ぬほど恨んだりしたことある？と、好奇心で聞いてみる。ぼんやりしてるとよく言われていたが、怒りも悲しみもあんまりない人間だったように思う。何かされても、まあいいやと思っていたな。もし、生きることへの残留思念が原因でこの世に止まっているのだとしたら、その生きることへの欲望を何かで代替する例として今 VIP で俺らと楽しく会話してることとか、とかすると成仏するんだろうか？何が俺を残しているんだかわからんのだがみんなのおかげで成仏できるのなら、それも悪くない気もするな。イッチ、ウハ、トラックに跳ねられた。こと細かに書くと、ものすごくグロいスレになりそうだ。成仏してほしいようなしてほしくないような。その時はその時、もし、成仏した後も何らかの意識があるならぜひとも報告したいところだが。幽霊になってから、鏡を見たことある？何が映る？見ていないよ。肉眼というのもおかしいが、自分で手足を見ることでしか見えない。一致見てると、悪霊はともかく、霊になるとものすごい寂しくなるんだね。極度の寂しがりの私にはきっと耐えられないから、私がもし霊になったら怪奇現象を起こしまくっちゃうかも。つまり怪奇現象を起こす幽霊はかまってちゃんなわけか。人ごとだが燃える。確かに寂しい状況ではあるなと思う。が、なんだ、もしできるとしてもあまり人に迷惑はかけない方がいいような気がするぞ。一致って40秒規制とかも引っかかるのかな。うわ、気になる。確かに。あれは同一 IP かどうかを判断してるから引っかかるんじゃないの。そもそも、それ以上に時間がかかっている。ガチで泣いた。一致が幸せにいますように。一致が心地よくいますように。寂しくなんて思わないで。残された方はずっと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 あなたを思ってるんだから。ありがとう。俺のことを覚えてくれてる人がいる限り、寂しくないのかもしれんな。妖怪の類とか見れたりするのかな、一致は。見えているのが何かはっきりわかるわけではないが、生きている人間ではないなぁと思われる存在を認識することはままある。自分のご先祖には会えるの？祖父母さんとか。まだご存命ならごめんなさい。俺と関わりがあった人には出会ってないと思う。幸い祖父母はまだ生きているので、できることなら俺が迎えたいな。おじい様もおばあ様もご健在なんだね。失礼なことを聞いちゃってごめんなさい。生前のお知り合いに会えていたら、寂しくないかなぁと思ったの。長生きできた祖父母さんを笑顔で迎えられるといいね。なんかちょっと複雑な気持ちかもしれないけど。でもさ、この調子ならご両親にメールとか出せたりしないのかな？驚かせてしまうのも悪いか。疲れていそうなのにレスありがとう。高校の頃毎晩のように金縛りになってたんだが一致か？それがいつ頃かはわからんが、さすがに生前にそんなことはできなかったので違う方だと思われる。このログ一晩開けて開いたら、一致の書き込みだけ消えてたりして？それはそれで面白いと思う。ポルターガイスト起こせる？物の動かし方がわからない。それより一致が寝なさそうなんだが、明日後。幽霊って寝るの？いるだろ。いる？肉体的な疲れから解放されてるんじゃないの？俺はなんというか、スイッチが切れるまではこのままなんだがさすがに厳しいだろう。無理せずに寝てくれ。ちょっと気になったんだが、一致はネット上の文章を情報として認識できてるわけだよな。ということは画像とか動画もいけるのだろうか。ちょっとこれに意識を集中してみてくれ。ただの画像だがどう？やっぱりアドレスまでしか認識できないのかな。俺もそれ試そうとしてた。自分で書いたのかオツ。さて、結果だ。なんだろう、その URL の文字列をどうすればいいのかつかめない。JPEG よりはビットマップの方が圧縮的に認識しやすいような気もしてきた。っていうか、スキーアートなら認識できるんじゃね？お前は夢を見てる状態なんだよ。そこはお前だけの世界。つまりその世界の王はお前だ。欲しいものを念じればそれは形となって現れるはず。タバコ？が出てこないわけだが、物を持てない状態でどうやって吸うのかわからんが。今一番したいことは何？ここで話してもらってるのもありがたいことなんだが、会話というか、音声として誰かに認識してもらえたらなぁ、とはちょっと思う。一致のこの世の未練って？なんだろう、家族のことは気にかかるが、どうしようもないのは理解しているんだが。雷怖え。俺も怖い。死神どんなの？ボタン、リューク。存在しているとしても、まだ出くわしてはないようだ。このスレ落ちたらまた一致一人になっちゃうね。そうだな。でも、これだけ構ってもらって、なお寂しいと思うのは贅沢な気がする。ってことは金縛りは幽霊さんが起こしてるのか？全部。疲れている時もなったりするんじゃなかったろうか。一致はブログとかやってた？ほとんど誰も見に来ない日記を書いていた。幽霊の ID は変わるのかな？変わるようだな。あ
ドレスバーみたいのをイメージすればいけるんじゃね。何度も見てるからいけるだろ。いろいろ意識してみたが、何も見えなかった。幽霊は死んでしまった時の姿で現れるという話を聞く。イッチは体に傷とか残ってる？スプラッタしてない？手足を見る限り、傷はないようなんだが顔あたりは自分で見れんのでわからん。傷が残ったままなら、見た人を驚かせてしまいそうだ。これがガチならイッチの思いを両親に伝えてあげたいな。その気持ちだけでもありがたい。もし、していただいたとしても両親も理解できるかどうか怪しいしな。イッチは燃やされた？普通に仮装だった。先週死んだうちの弟を説得してほしい。帰ってくるように言ってほしい。亡くなった弟くんを説得して、戻らせてあげることができるなら、俺もそうしたい。生前と同じく、できることが少ないようだ。何もできなくて申し訳ない。雨とか濡れない？大丈夫？ものすごくかすかに雨の感触はあるんだが、濡れたりはしない。正直すまんかった。霊感など聞いたところでどうにもならないな。何よりイッチのスレだし、イッチはまたスレを立てる気はある？これでスイッチが切れたら、自分のスレは立てないかな。また覗きに来れたら、面白そうなところにレスはするかもしれんが。どうしてイッチみたいな奴が死んじゃうんだろうな。どうも、思うようにはいかんようだ。生死は、ここにいるみんなは、幸せに長く生きてほしいと思う。幽霊って食わなくても生きてける？結構な退職感だったんだが、何一つ口にしてないな。そもそも物を持てない。イッチはある一定の場所にいる感覚ってある？場所、とは何だろう、駅前、とかそういうのは認識しているが、次元的なものだと、さっぱりわかってないかもしれん。イッチは自分に触れられる？そんな気持ちになってくれるのか。結局イッチは寝ないのか？寝るというか、そのうち途切れそうだ。何か確証が欲しい。どうしても釣りじゃないかとイッチにその気がないとしても疑念が消えない。信じる人だけ信じればいいなんてのは嫌だ。俺も信じられたらイッチにいろいろ聞きたいのに。そう思われても仕方ないと思う。なんだろう、証拠らしい証拠を出せなくて申し訳ない。イッチは駅前にいると意識してるの？今は駅前、知っている範囲なら例えば実家とか徒歩のような感じで移動できる。思えば飛んでいく、というようなことはできない。物には触れられないのに地面を歩くことはできるのか。むしろ触れないから浮いているらしい。歩くぞ、という実感を持って歩くから、歩いている感覚を俺が覚えてるんだと思う。わかりづらい表現ですまん。押し付けがましいようなんだが、イッチが外国からこれを見てるんじゃないのか？そうしたら IP アドレスがどうのも説明つくような。いやでも釣りじゃないような。なんか俺の頭カオス。外国から見ているとしてもプロクシ使っているとしてもピングの件が説明つかない。そうなのか。やっぱ素人がいろいろ考えてみるもんじゃないな。アクセス元 JP だぞ。IP アドレスが国内であるのは解読済み。とりあえず、岡山市内であると認識してるんだが、生前も海外に行ったことはない。このまま寝るとしてまた一気は来てくれるんだろうか。正直なところ、自分のスレとしては満足させてもらった。一気としては書かないだろうけど、また繋がったらどこかに書きそうだな。幽霊よ、頼む。お前が特殊な幽霊の目と呼べるものを持っているならば、それを使って量子力学やら宇宙科学の研究に貢献してくれ。不可解な量子の振る舞いや暗黒物質やら何やらもお前の目なら観測できるかもしれない。研究職目指しているが、自分が見えなきゃ信用できない。むしろイッチを加速器に放り込みたい。やめて。俺もそう思う。だって幽霊の目を持った者が量子の状態の得意な性質を報告したからといって、誰もそんなこと信じないさ。そうではなくて、それは仮説になるだろうし。もしかしたら幽霊の目を持った者は古典力学の方法を駆使してその報告を記述可能であるかもしれない。そもそも何か見えたからって、科学ではそれを説明し方法として確立できなきゃただの妄想だ。俺は幽霊がひょっとしたら仮説から方法へと導いてくれるかもしれないということを期待してみたわけです。すまん、根っから文系なんだ。イッチが見ている映像がセンブラっぽいのかアイーっぽいのか気になる。インターフェースは省かれて最低限のものしか見えていないのか？あとネット上の行動限界も興味ある。生前思い入れがあったサイトには感覚的に移動できるみたいだけど、リンクをクリックして移動みたいのは無理っぽいね。一応移動自体はできるようだからコツをつかめばそれもできそうだ。広角機動隊とか知ってたらそういうのをイメージしてみたらどうだろう。スレは立てられるみたいだから少なくともスレ一覧は見られるよね。一覧からスレに侵入するときってのはどういう風にしてる？板の移動とかもできるのかな？生前、センブラで見ていたせいか、それに近いように思われる。ただ、見える視界が狭い、見ようと思うレスが中心に周囲はぼやけてる感じ。うまく言えないが、やはり記憶とつながりが大きい気がする。全く見知らぬものにつながれないというか、センブラや、知っていたサイトなどは記憶をベースに見れているんではないだろうか。
だから、センブラでのスレイ道、遺体道のイメージで、それはできる。本当にまたいつでも VIP に遊びに来いよ。俺らは自称幽霊のお前が大好きだから。そして VIP にまたスレを立てろ。俺らがいつでも相手してやるから。一致が今発揮している技術を現代に活かせれば正直ノーベル賞もんだと思う。解明して、実証してくれる人がいたら、すごいことだと思う。もう出てる質問かもしれないが、死んだのはいつ頃なの？認識はあるんだが、調べられて実名なんかが分かったりすると家族に迷惑がかかるかもしれない。信用してないようで申し訳ないが、そこは勘弁してやってくれ。うまく言えないけどお疲れ様。不思議なというか楽しい時間をありがとう。でもあんま無理しないでね。もし会えたらまたどっかのスレで会おうね。イッチが幸せになりますように。イッチは日本以外にも飛んでいけるのか？外国に行ってみて回ったりとかできるんじゃね？東京タワーも無理そうなんだ。そして、祈ってくれてありがとう。イッチの冥福をお祈りいたします。冥福ってメイドでの幸福なんだね。私もお祈りいたします。面白かったよ、ありがとう。もしかしたらこれでイッチはこの世への未練がなくなって成仏できるのかもな。幽霊かなと思って初めての満足感がある。これで成仏するんだろうか。モレイッチの優しさに感動した。釣りかどうか知らんが、イッチと会えてよかったよ。ありがとう。じゃまたな。明日学校あるからもう寝る。天使の海の中でまた会おう。死によって世界が終わるのではなくて、世界が変わるのだとしたら、それは我々にとって死だろうか。私の意識が永遠に続いたとして、生の謎が何か解決するのだろうか。君は本当に死んでいるのかい？私は君が死んでいると言いたくない。そうではなくて、何かが変わっただけだと言いたい。本当に欠片もなくなってしまうのが死かもしれないな。だとしたら、きっと俺は今半熟だ。変わると情なのかもしれない。そんな時だが、ここでみんなに会えてよかったと思うよ。そんなみんなに死して咲く花、実のある夢。ここでもらったのは、間違いなく大輪の花だな。幽霊ビッパーか。世界は広いのだだっ広いの。ということで、イッチオツ、もし転生したら俺の家に来い。好きなものおごったる。もしかしたら、696の子供になるかもしれんぞ。その時はよろしくだ。イッチは決して悪い奴ではないんだろうけど、幽霊というよりは、IP やら何やらしか証拠がないわけじゃん。俺はよくわからんけど、それって幽霊とかそういうのでしかありえないことなの？とりあえず、真相が知りたいイッチへの質問はそれからしたい。嘘でも本当でも。幽霊である証拠も、幽霊でない証拠も、出せなくてすまん。なんというか、モヤモヤさせたままになるかもしれんが、月並みだが、幽霊だろうと聖者だろうと、とりあえずここに自称幽霊の妙な奴がいたのは事実だ。釣り宣言見なずにね。そうだ、この週末はスタートからいい感じだったよ。イッチお疲れ様。成仏しろよ。ちゃんと睡眠を大事にしてくれよ。俺も楽しませてもらった、ありがとう。俺は証拠なんていらん。むしろ決定的証拠なんか見せつけられたら怖くて書き込めなくなってしまう。そんなに怖がらなくても俺より雷の方がよっぽど怖いぞ。なんだかイッチが本当に幽霊な気がしてきた。おじいちゃんと犬によろしく言っといてね。そういえば、イッチは霊界に行ったことはないの？霊界行ったら成仏してVIPできなくなるから行かないでほしい。すまん、もうそれほど長く見ていられないかも。デスを蹴ることになるかもしれないのであらかじめ謝っておく。何者かわからない俺を相手にしてくれたみんな、ありがとう。釣りでもガチでも、感じたままと思ってくれたらと思う。少しでも交流できて嬉しかった。ここが、ずっとこんな場所であってくれたらと思う。本当に楽しかった。今までずっとロムってたけど書き込む決心がついたわ。こういう時に限って規制食らって携帯からしか書き込めないってなんなんだよ。一応、俺はお前の分まで長生きするからあと60年くらい待ってろ。俺がそっち行ったら俺の晩酌に付き合ってくれ。それじゃ、おやすみな。うむ、しっかり G になるまで生きてくれ。VIP から来ましたって叫びながら来てくれたら、出迎えるよ、おやすみ。すまん。そこまで詳しくは知るつもりはないんだ。死んでから意識が戻るまでにどのくらい時間がかかっているのかなと。もしかしたら100年とか経っているんじゃないかと。俺の場合は年単位でもなかった。去年から今年の間だったと思ってくれ。個人差があるかどうかはわからんが。俺もずっとロムってたがこのスレ開いてなんか良かったと思う。じゃあ一致、成仏したとしても生まれ変わったとしても幽霊のままだったとしても元気でな。もしまだ現世に留まるようであれば、良ければ、私のところにも来てくれ。そこからは遠いかもしれないが、一致とはゆっくり話してみたい。君のおかげで色々確証が持てた。感謝する。質問させて。恐怖心とかあるの？怪我をすることもないし、これ以上死なないし、俺は今のところ怖いと思うことがない。と言いたいが、生前苦手だった雷がダメなのはそのままだ。ものすごくびっくりする。現世の秩序乱したイッチは明日即霊界に連れて行くから。これが悪事だったなら申し訳ない。そうなるなら、それはそれだと受け止めるしかないな。
一致明日テストなのに勉強してない俺に一言。てめえは俺かこの野郎。勉強しろ。俺もしてなかった。そして真っ赤な点がよく返ってきていた。勉強しないなら、とりあえず試験中に寝ないように睡眠だけでも取ってくれ。このスレ開いてよかったと思う。なんかこう、温かい気持ちでいっぱいなんだ。私も小さい頃は見えたりしたんだが最近ではめっきり見えなくなった。いやまあ見えん方がいいに決まってるんだけど、一致のこともわからないのかなと思うとちょっと悲しい。さっきから耳鳴りが。ずっとロムってたが、以前に増して死後に好奇心が湧いた。釣りだとしてもすごくいい釣りだな。釣りとは思えたくないけど、一致の第二の人生がこの先楽しいものであってほしいもんだな。ひーいい雷。もうスイッチ切れちゃったかな。ツンデレ美少年が俺につかないかな。お寿司か当てはまっていないけれど、今から月に行きます。あんた生きてるだろ。さて。改めてよう。一致よ。ありがとう。また、会おう。お線香とかあげた方が嬉しいんですか？いつも、一番最初に炊きたてのご飯とお水をお供えしてるけど味ご飯とかの方が嬉しいのかな。お茶とかさ。ここの一致リアルで来え。早く釣り宣言してよ。なな、途切れたー。死ぬなー、死んでるけど死ぬなー。こんなスイッチ切れちゃった？消えた？一致お疲れ様。幸せにな。すまん、あまり追えなくなってきた。デスケリになってしまうみんな、ごめんな。何の力にもなれないかもしれんが、書き込んでくれたみんなが、幸せで元気であるように、本当に祈ってる。ありがとう。こちらこそありがとうな。お前が幽霊として、これからどうなっていくのかわからないけど、お前が幸せであることを、安らかであることを祈ってるよ。じゃあの。なんか涙出てきたよ。ありがとう。落ちた。か。もしかしたら一致は今日のスイッチと共に成仏するのかもしれんな。一致切れちゃったかな。こちらこそだぜ。無理しないでくれ。でたまにビップに遊びに来てくれ。そいでなんか満足したら綺麗な床でゆっくり休んでくれ。おやすみ一致ありがとう。何度も書き込んですまない。本当にこれが最後、か。ありがとう一致安らかに。元気でな。ずうずうしいお願いだけど死んだじいちゃんばあちゃんによろしく。ビップで会ったのは内緒にしといてくれ。いつ会えるかわからないけど、次を楽しみにしてるよ忘れない。一致ありがとうございます。さあ、皆さん線まで突っ走りますかぷぷぷ。しっかり休んでくれ。成仏することで安らかになれるなら、いつまでもここに留まってなくてもいいと思う。たまには遊びに来てくれたらこっちとしては嬉しいけど、釣りでも釣りじゃなくても楽しかったありがとう。一致は寝たか。また遊びに来てくれるよな。にしても幽霊にもビッパーがいるとはな。でちょっと前に守護霊さんがどなたか教えてくれないかと頼んでみたけど、華麗にスルーされたんだぜ。でもくじけないんだから。一致はどれくらい彷徨ってるんだろうね。それにしても思い切ったスレタイだよな。ゆっくり休めよ。おやすみ。いかがでしたか？実際のところ一致が本当に幽霊なのかどうかはわかりませんが、なんだか切ないような温かい気持ちになるようなスレでしたね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。